ウィニングカラーズとは、アメリカ合衆国の競走馬、繁殖牝馬である。牝馬ながら1988年のケンタッキーダービーに優勝した、ジャパンカップなどを勝利しているタップダンスシチーは甥に当たる。1歳時、キーンランドジュライセールにて、ウェイン・ルーカスに見出され、$575,000で落札された。2歳となった1987年8月、アメリカのサラトガ競馬場でデビュー戦を飾ると、年末の一般戦を勝利して2戦2勝で終えた。年が明けて3歳時は2戦目のラスバージネスステークス、こそ、グッバイヘイローの2着に敗れたものの、次のサンターニタオークスを圧勝し、牡馬相手のサンターニタダービーも7馬身差で圧勝したため、アメリカ牡馬3冠のケンタッキーダービーに挑戦。49ersの追撃を振り切って優勝した。ケンタッキーダービーの牝馬による優勝は1980年のジェニュインリスク以来8年ぶり3頭目で、以後現在まで牝馬による優勝は遠ざかっている。3冠2戦目のプリークネスステークス、最終戦のベルモントステークスは共にリズンスターの3着、6着に終わった。秋は牝馬戦線に戻り、マスケットステークスに出走する。ここで1歳年上の無敗馬パーソナルエンスンに敗れ、2着となる。次のスピンスターステークスは、パーソナルエンスンが不出走だったものの4着に終わり、ブリーダーズカップディスタフを迎えた。レースは、ウィニングカラーズが先行し、パーソナルエンスンに数馬身の差をつけて、最後の直線に入った。直線では、グッバイヘイローと競り合っていたが、後方からパーソナルエンスンが追い込みを見せ、ゴール直前で同馬に花咲かわされて2着に終わった。パーソナルエンスンは、結局13戦全勝で引退。頭差の3着には、グッバイヘイローが入った。この競争は、ブリーダーズカップ史上に残る名勝負とも言われる。この年は、エクリプス賞最優秀3歳牝馬に選ばれた。4歳時は2勝に止まり、11月のブリーダーズカップディスタフ9着を最後に引退した。引退直後、$4,100,000でゲンズウェイファームが購入し、同牧場で繁殖牝馬として、つなぎをされた。3区のゴールデンカラーズは日本で出走し、クイーンカップ2着となった。その娘チアフルスマイルはキーンランドカップ優勝と、まずまずの活躍を見せている。2000年にはアメリカ競馬殿堂入りを果たしている。繁殖牝馬として10頭の3区を残した後、2008年2月17日の朝、戦痛による合併症のため安楽死処分が取られ、レキシントン近郊のグリーンツリーファームに埋葬された。ありがとうございます。